平野の仕様、サングラスに、女性の姿、が映り込み、女連れ旅行、疑惑でファン同様、元キングプリンスオダー、今月15日にキシユータ、ジングジユータと共に新グループ、ナンバーアイ、を結成した平野の仕様が、シンガポール旅行のプライベートショットを公開した。 ファンにとっては嬉しいプレゼントとなったが、一部でサングラスに女性の姿が映り込んでいる、女性連れだったのでは、との思わぬ疑惑が紛失する事態になっている。平野は24日にインスタグラムのストーリーズで、美は騎くん来る前にジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげようかしら、と記るし、騎士が滝沢秀明氏の事務所。 とべ、に合流する以前に神宮寺とシンガポール旅行をしていたことを告白。翌25日に植物園を行った、といったコメントとともに、平野と神宮寺がサングラス姿で現地の植物園を楽しんでいる全10枚の写真が公開された。ところが、これがまさかの女連れ旅行、疑惑に発展。 一部で平野のサングラスに反射した景色を拡大した画像が拡散され、白いスニーカーを履いた女性らしき足が映っている、もう一人小柄な女性らしき姿が見える、などと指摘されたことでファンが動揺する事態となったのだ。さらに、この謎の女性らしき姿の正体について実名を挙げて推測する声も、 SNS で同じ時期に東南アジアを訪れていたらしいとの情報が拡散されたことから、平やらメンバーたちと信仰が深い世界的ダンサーのリン・ハタオと、元セクシー女優のアスハナ・ピララのそっくりさんとしても知られる歌舞伎町の人気キャバクラ嬢アスハナ・ピララの名前が浮上しているようだ。アスハナ・ピララは、 滝沢氏が彼女の TikTok 配信で推定総額1600万円の高額投げ銭をしていることが話題になったことで、戸辺との関係の深さが指摘されている。彼女は Instagram のプロフィール文で、タッキーから投げ銭されたキャバ嬢と自らアピールしており、そうした言動によってファンの警戒心が強まっていたこともあって名前が上がったようだ。 一部では、に対いのダブルデートだったのでは、と勘ぐる人もいる。平野の初スキャンダルかと思いきや、サングラスに映った、女性らしき姿、については、別のファンたちから、心霊写真にしか見えないんだけど M、仮に女性だとしても、観光地なんだから、周りに人くらいいるでしょ。アプリで拡大画像を高画質加工したせいで、そう見えるだけ、といった指摘が。 写真の構図的に平野と神宮寺以外に撮影者がいるのは間違いないが SNS で友人が平野ら一行とシンガポールの空港で遭遇したという人物がメンズ3人を裏発行してて半端なかったらしいなどと記したことで同業者は男性一人だったのではとの見方も浮上しているようだ実際のところもし一部で推測されているように平野 神宮寺、タ、アスハナピララの4人で行動していたらどう考えても目立ちすぎるため、日本人観光客も多いシンガポールの観光地で大ピラにダブルデートしているとは考えにくいのでは、と思える。いずれにしても、サングラスの反射についても、空港での目撃情報についても確定的な証拠はなく、どれも推測の域を出ない。 それでも、これだけの騒ぎになってしまうのだから、平野安神宮寺の人気と注目度の高さが伺える。ひとまず、今回の騒動は、飛び交っている情報の信憑性がなさすぎる、ことから、新情報でも出てこない限りは、このまま収束となっていくだろう。平野も神宮寺も、プロ意識が高く、 ジャニーズ時代は、ノースキャンダルを貫いていたが、このまま飛べ入り後も、ファンが安心して押せる存在であり続けてくれるだろうか。佐藤勇は芸能ライター。SNS や動画サイト、芸能、時事問題、事件など幅広いジャンルを手掛けるフリーライター。雑誌へのレギュラー出筆から始まり、活動歴は15年以上にわたる。佐藤優馬。